ナパバレーワイントレインナパバレーワイントレインはアメリカ合衆国カリフォルニア州ナパグンナパとセントヘレナ間を往復する観光鉄道路線ナパバレーワイントレインとも表記するワインカントリーにメインスポットとなっているカリフォルニアワインが車内で振る舞われるナパバレーワイントレイン車が提供する専用の列車ツアー運行が主要とである ナパバレーワインドレインには改装されたアンティーク車両が使われており、様々なツアーのラインアップが用意されている。その内容は、列車がナパとセントヘレナを往復する間に、車内ランチやディナー、またはミステリー仕掛けの車内企画を楽しんだり、沿線のワイナリーを訪問したりというもの。列車はナパ市内の駅を出発し、修道十九号線に沿って4扉ビル、 ラザフォード、オークビルを経由してセントヘレナまで走り、またナパに戻ってくる。運行ルート上には、ナパバレーを代表する武道園があり、ワイナリーが立ち並ぶ景色も楽しむことができる。2009年の日本映画、サイドウェイズのロケ地に使用された。ナパバレーワイントレインは、もともとナパバレー鉄道が使用していた配線の一部を利用している。 ナパバレー鉄道はカリフォルニア開拓者の一人サミュエル・ブラナンがリゾート地カリストガへのアクセスを提供するために1864年に開通した鉄道でバレーホに及ぶ延長 68km の路線であったバレーホからはフェリーを使ってサンフランシスコベイエリアと行き来ができたナパバレー鉄道はその後カリフォルニアパシフィック鉄道さらに サザンパシフィック鉄道に売却され、路線は1987年まで使用された、客中1。1987年、ヴィンセント・ディドミニコ、客中2を中心とする地元の企業家によって、ナパバレーで鉄道を運行する新会社が組織された。1985年の工事を通じて、サザンパシフィック鉄道の廃線を知ったディドミニコはこの、路線の使用権を獲得し、 新たに観光専用列車を運行する計画を立てたが、ナパバレーの地元住民や市行政の一部から強い反対にあった。住民の中にすでに観光客で溢れている街がさらに騒々しくなったり、騒音や公害で悩まされたりすることになるのを恐れた者がいたためである。強硬派は州の公共サービス委員会を動かし、リドミニこの会社に カリフォルニア州環境品質法の厳しい条件をクリアするよう義務付けることを狙ったが、この訴えは1990年にカリフォルニア州最高裁判所によって退けられた。1989年9月16日の開業以来、ナパバレーワイントレインを利用した旅客は200万人を超える。通常は、 平日2本と週末3本の列車が運行されており、1編成で370人の乗客を収容可能となっている。列車編成シルバラード車内ワイントレインの車両には、1915年から1917年製のブルマン車製車両を改装した食堂車グルメ、1952年製の同車製展望車ビスタドームと西部劇のテーマを盛り込んだ内装のシルバラード、 テイスティングバーのある、ラウンジなどがある。通常の旅客編成では、前期の車両を含む9両を2両のある子、MLW 機関車で牽引して運行している。ナパバレーワイントレイン社が保有する機関車は、ディーゼルエンジンから天然ガスエンジンへの変更が2000年頃から段階的に進められている。牽引機のフーパマイナス4開業当初より、 地元住民の強い反対運動にあったナパバレーワイントレインだが創業20年を迎え様々な活動や方針転換を通じて地元との融和を進めている。地元ホテルとの観光客共同誘致キャンペーンの展開や地元でボランティア活動に携わる住民に対する無料乗車提供などがその一例であるが数年前には全く考えられなかったような施策が ナパセントヘレナ間の旅客列車運行である。2009年夏に開始され、現在は試行期間の扱いであるが、夏季の毎月第1金曜日にセントヘレナで開かれるチアーズ・ストリート・ヘレナキャンペーンに合わせてセントヘレナでの校車が初めて可能となった。漫画、神の雫で、逃亡に人とトローラが第7の人探しのためにワイントレインの展望車に乗車し、 テイスティングバーにて、人探しのヒントを探る場面がある。ナパバレー鉄道は1869年6月9日に、低騰流れとなって、カリフォルニアパシフィック鉄道延長会社に買収され、その後1885年4月1日に、サザンパシフィック鉄道にリースされて、同社の主要路線であるスイスン線と接続された。1898年4月14日、 サザンパシフィック鉄道に完全に吸収されて、1904年にはベニシアまで延長となった。同船は1929年まで旅客路線として活躍し、その後は貨物船として1987年の廃船まで58年間利用された。ディドミニコはライスエイルニで知られたゴールデングレイン社の代表取締役であった、米国食品業界の実業家。 1964年にはギラデリーチョコレートカンパニーも買収したが、1986年ゴールデングレイン社と共に両社をクエーガー・オーツカンパニーに売却した。ありがとうございます。